本場韓国のお袋の味、辛みの中に旨味あり、韓国料理茶屋のチョン・ミジャさんの登場です。チョンさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週のテーマなんですが、10連休で気づけばお金がなくなっていた、そんな時でも大丈夫です。500円で晩ご飯、おすすめ節約料理となっています。今回使う食材はこちらです。今日は4人前で480円。はい、助かりますね。そうです ね、しかもちゃんと2品作るんです。今日作るのはこちら、ピリ辛鶏レバー炒めともやしスープということで、はい、ちゃんとお汁もついて、しかもおかずもたっぷりの4人前ですからね。そうですよね、はい、お腹いっぱいになりますので、ね、はい、ぜひ皆さんも参考にしてください。さあ、4人前で480円、早速クッキングスタートです。はい、まずは、はい、まずは玉ねぎを切ります。はい、今日はね、新玉ねぎですので、うん、すっごい大きく切ってから食べるような感じで、ちょっと歯ごたえがしっかりあるような感じで、もう今ね、生だからね、生を十分食べれますので、新玉、そうですね、はい、そうです、だから大きく切って、本当だ、うん、もうサクサク食べるように、ね、じゃあこのサクサクの食感がちょっとこう残るぐらいの、そうですね、はい、大きめの斜め切りにしていきます。はい、新玉はでも本当甘みがあって美味しいですよね。美味しいですね、はい、今日は野菜もたっぷりですからね。野菜たっぷり、はい、ニンニクもたっぷり、はい、スタミナ出ますよね。そうですよ、はい、これも大きく切ります。はい、もう全然、これもなのでニンニクスライスというよりは、まあ、もう3、4ミリに切って、はい、もう具材の一つ、野菜の一つって感じですね、はい、野菜の一つになりますね。田村さん、今日この後ニンニクたっぷりでもご予定大丈夫ですか？いや、もう大丈夫です。今日このために私はもう全て予定を開けてきました。ありがとうございます。そうですか、ありがとうございます。、はい、しっかり食べてもらいましょう。はい、はい、キャベツもね、大きく切ります。はい、こちらも今日は春キャベツをね、はい、丸々半分、2分の1個使います。使います。キャベツも今ね、美味しいし、柔らかくて柔らかいですよね。すごい甘いですよね。はい、これも大きく切ります。はい、ザクザクと、ザクザクと、はい、乱切りにしていきます。はい、はい、このぐらいでいいでしょうか。はい、はい、なので今日は野菜もたくさん食べられる炒め物になってますね。そうですね、うん、春野菜たっぷりですよね、うん、はい、じゃあここに今日の主役です。はい、はい、レバー、レバーをね、はい、きれいに洗って水気をしっかり切って、うん、ここね、なんかついてるものはね、全部取り外しのようにしましょう。で、大きめに切る、はい、大きく切って、白くついてるものとか黒くついてる、ちょっと血の固まった部分とか、そうですね、はい、これをね、きれいに取った方が見た目もいいし、美味しいんですよ、うん、あと臭みも少なくなるし、なのでここで綺麗に切って取り除けば臭みを抑えられるわけですね。全然抑えれますので、うん、はい、これで綺麗に しましょう ね。そうすると水洗いだけでも十分美味しい、ね、十分できます。はい、はい、さあ、こちらで準備ができました。できました。はい、さあ、それではフライパンに参りましょう。はい、ちょっと多めのごま油、ちょっと多めにいきます。はい、ごま油は大さじ4です。はい、じゃあここにニンニクを、熱くなったところにニンニクを入れますね。はい、もう すごいニンニクでしょう。たっぷりですね。はい、具材の一つに しようと思って。これがまたちょっとこうレバーの臭みを抑えるためのコツでもあるんですか？うん、そうですね、これをちょっと多めに入れとったら、うん、ニンニクの臭み、匂いで臭みがちょっと少なめになりますので、はい、まあでももうすでにこのごま油とニンニクでいい香りがしております、うん、そうですね、はい、ちょっと叩いて、ぐたぐた叩いたらちょっと味がつくようにしますね。はい、ごま油にニンニクの風味をしっかりと出していきます。しっかり出すようにして、はい、今日でも本当4人前って言ってますけど、実は5、6人前いける感じの量ですもんね。十分ですよね、はい、はい、ここにレバーをたっぷり入れます。ここに安くて栄養満点の鶏レバー、はいはい、もう大きもすごい大きく切ってますので、うん、もうすっかり食べた感じがしますね。
ここはしっかりと火を通した方がいいんですね。そうですね、これはね、 生じゃちょっと良くないですので、しっかり火を通すようにしますので、あと野菜はそんなに火を通さなくても十分大丈夫ですので、はい、はい、おじゃあちょっと青山さんやってもらえますか。はい、じゃあ私は別のことしますね。はい、じゃあもやし、はい、はい、これもやしをね、豆もやしです。もやしスープ作ります、はい、豆もやしをそのまま入れます。これもやしはやっぱり豆もやしがいいんですか。まあ、美味しいですね、こっちの方が出汁が出るし、はい、出汁が出る、はい、はい、これ昆布出汁です。はい、そこに顆粒の昆布出汁小さじ2分の1、はい、お塩も小さじ2分の1、はい、はい、これだけでね、お湯、お水を入れて、お水は600ミリリットルです。はい、お水を入れて、ここに蓋をするだけなんです、うん、はい、まだ火はつけておりません、うん、はい、これで火をつけます。ここで初めて火をつけました。はい、これでね、はい、沸騰するまで開けたらね、うん、あのちょっと臭みが、あの豆臭みが出ますので、はい、これこのまま置いてください。これ沸騰したら火を消したらいいですので、沸騰したら火を消して完成。はい、もうそれで完成なんです。何もいらないんです。でも沸騰する前に蓋を開けたらダメ、豆の臭さが出てしまう。はいはい、そうです。なるほど、はい、これをちゃんと知ってたらね、すごい美味しいスープになります。もうこれでスープが完成って、はい、簡単でいいですね。そうですよ、はい、はい、じゃあやりましょうか。あ、合わせ調味料が、あ、そうですね、もうちょっと僕やってきます、うん、やってください、はい、じゃあ調味料します。はい、あのコチュジャンがたっぷりです。はい、コチュジャンは大さじ4、はい、こっち、あ、こっちだ、ごめんごめん、それからでもいいですよ。はい、どっちでもいいですか。はい、はい、お味噌、お味噌大さじ2入りました。はい、醤油、みんな同じく醤油も2、そこに濃い口の醤油大さじ4、はい、お酒、お酒大さじ4、はい、ここで水飴です。水飴がなかったら蜂蜜でもいいし、砂糖もいいし、いいですので、はい、はい、これが合わせ調味料、調味料になりますね。今日はピリ辛ということですけど、うん、あの辛さだけじゃなくて本当に甘みもしっかりあるんですよね。しっかりですよね。あのキャベツと玉ねぎがね、しっかり甘みが出ますので、うん、あのあんまり甘みを少なめに入れてもちゃんと甘みが出ますので。あとやっぱり味噌がいいんですか。そうですね、味噌を少し入れとったら、はい、あのレバーの臭みがなくなりますので、うん、わ、すみませんね、飛びますね。あ、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、いいです。なるほど、味噌でもレバーの臭みを収める、はい、そうです、そうです、はい、唐辛子のコチュジャンはちょっと辛みを出すような感じで、うん、はい、はい、できました。はい、じゃあ変わります。はい、すみません。お、もうしっかりできましたね。はい、はい、キャベツを入れましょうか。はい、はい、キャベツをこの上にそのままかぶします。これ蒸し焼きにするようにして、これをね、ちょっと外しますね。ここで手でちょっとほぐしながらキャベツを入れていきます。これでね、キャベツで蓋する感じですね。そうですね、ちょっと蓋をしてから蒸し焼きにするように、しっかり、ここでさらにレバーの中まで火を通すわけですね。そうですね、はい、どうですか川村さん、この量。いや、本当にだから家族みんなで食べられる、はい、そうですね、もうみんなお腹いっぱい食べられます、はい、で4人前480円です、はい、いや、すごい、本当食べ応えがありそう。はい、ここに、はい、はい、続いては玉ねぎも入れます。新玉ねぎを上から乗せます。はい、今ちょうどレバーを蒸し焼きにしてる感じですね、はい、それでちょっと上でこうやりますので、米子、はい、室は下にレバーが蒸し焼きになるように、これはあまり野菜はあまり火が通らなくてもいいですので、レバーだけはしっかり火を通すようにしますので、はい、これでひっくり返します。はい、まあ、ここで混ぜにくいけど混ぜていきます。はい、はい、落ちたもの拾います。はい、大丈夫です。もう一回加熱します。はい、言うてもちょっと多すぎましたかね。みたいですね。さあ、でもなんとかしましょう。さすが、はい、でもあんまり煮えたらね、水が出ますので、うん、あんまり煮えないね、サクサク感を残すために。なるほど、あんまり、はい、煮えません。今日は春キャベツとせっかくの新玉ねぎの、はい、そうです、その食感は残したい、そのまま残したいんです、はい、なので火は通しすぎなくて、もうレバーを十分ですもんね。もう十分ですから、はい、はい、ここで出汁を入れましょうか。はい、さ
さあここに、はい、流してくれますか。入れますね。はい、お願いします。はい、合わせておいたタレが入ります。はいはい、はい、じゃあそれでこれを味をつけますね。おー、これが食欲をそそる香りですからね。そうですね、結構量が多くて飛びますね。です。飛んだのは全部僕が入れてってますから大丈夫です。お願いします。ジョンさんは遠慮せずどんどん飛ばしてください。僕は箸を持って構えてきます。はい、わかりました。でもこれ本当あれですね、冷蔵庫に余ってる野菜だったら何でも合いそうですね。何でも大丈夫ですので、うん、はい、このタレが美味しいからね、どんな野菜でも受け止めてくれそうですよね。そうです、大丈夫ですね。はい、このぐらいでしましょうか。はい、もういいですね、あんまり煮えたら。あ、これぐらいで、はい、これぐらいで胡椒をそっと入れましょうか。さあ仕上げは、はい、胡椒を入れたらうんと味が変わりますので、はい、はい、胡椒を一振りしてこれで完成ですね。はい、完成です。はい、おー、できました ね。はい、じゃあこれで完成です。このまた煮汁がたっぷりでいいですね。これね、煮汁にご飯を後から丼にしたらすごく美味しいんです。あ、丼もおすすめ。そうです、いいですね。もうどん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 ね、野菜からスープが出ますので、そこにご飯をかける、うん、いやー、本当にボリューム満点。はい、これ本当体調が悪い時とか一発で元気になりそうですね。もうそうですよね。もやしスープもやっぱりあれですよね、風邪にもいいですので、うん、これも体にいいし、はい、そうそう、もやしスープも、もう沸騰して火を止めましたんで、これで完成ですね。はい、はい、いい感じですね。はい、ここにもネギを少し入れますね。はい、これちょっと足が出てるわ、恥ずかしいわ。恥ずかしいわ。はい、はい、来ました。はい、もうちょっとこっちにしようかな。はい、いいですか。はい、はい、こちらで4人前480円、ピリ辛鶏レバー炒めともやしスープ完成です。さあ今日の材料はご覧のようになっています。4人分で480円でした。格安の鶏レバーを主役にした夕飯のおかずです。味付けに味噌を使うことでレバーの臭みが抑えられるんですね。もやしのスープは沸騰する前に鍋の蓋を開けたら、豆の生臭さが出るので沸騰するまでは蓋を開けないようにしてください。はい、あっという間に2品が完成します。ぜひ皆さんもお試しください。さあそれでは川村さんどうぞお召し上がりください。はい、いただきます。じゃあまずスープからいいですか。はい、いいですよ。はい、すごくシンプルなね。もうすごいシンプルなんですが、はい、まあ、一応召し上がってみてください。はい、ちょっと体が元気になるようなね。はい、あ、美味しい。もやしの、ね、優しい味わいが、はい、ここにね、だしをいっぱい入れたらあんまりもやしのうまみがなくなるんですから、うん、だしを少し入れた方がいいですね。美味しい。必ず豆もやしを使うことでもやしからだしが出る、うん、そうです、うん、じゃあレバー、はい、はい、いただきます。一緒にキャベツも入れますね。はい、野菜も全部美味しくなってますからね。全然レバーの生臭さがないです。ああ、そうですか。うん、はい、ピリッと辛くて野菜もシャキシャキで美味しい。ありがとうございます。なんか本当野菜が全部美味しくなるようなね。え、そうですね。はい、そんなタレですんでね、はい、ぜひ皆さん丼もおすすめということでね、はい、試してみてください。はい、さあ明日は中華の第3にあんかけ焼きそばとピリ辛きゅうりを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。ジョンさんどうもありがとうございました。はい、今日で一言言ってもいいですか。はい、今ねうちの娘がねすごく頑張ってます。皆さん応援お願いします。母の日でしたけどね、はい、母としてのチョンさんからね、はい、娘さんへのメッセージですね。うん、はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。